目が覚めたの？今日は随分とごゆっくりなお目覚めね。怖がらなくていいの。もうここへ来て一週間になるのに、まだそんな怯えた顔をして。はじめに説明したでしょ？私はお前を凶悪なフォークから守るためにこの屋敷に保護したのよ。この屋敷にはお前を傷つける者なんかいない。だから安心して。お前のご両親？それもちゃんと話がついているわ。お前の親は、お前がケーキだとは知らなかったみたい。それで、私がちゃんと説明して、お前を保護する許可をもらったの。だから決して誘拐や犯罪なんかじゃないのよ。まあ、目の前の札束に目がくらんでお前を売ったとも言えるけどね。まあ、それでお前の命は守られたし、ご両親もこの先の生活が潤って、私はお前を手に入れられた。みんなウィンウィンでしょ？なんて顔してるの？それが一番いいみんなが幸せになる方法だったんだよ。またそんな顔をする？お前はね、ケーキなの！それも極上のケーキ。今までよくぞ下等なフォークどもに見つからなかったのか不思議なくらいよ。この綺麗な肌も、粉砂糖も、クリームも、お前の体から溢れ出る煮詰めた果実の汁も、スポンジから滲むブランデーも、すべてが最高品質のケーキ。そして、私はそれを手に入れた。あの日、お前に出会った瞬間、私にはそれが分かったの。私にとって極上のケーキになるってね。でもね、今はまだ早いの。なんで涙なんか流すの？もったいないでしょ？その涙はどんな味がするのかしら？やっぱりまだまだ若い、成熟してない甘さ。そんな苦い味を好むフォークもいるけど、私はもっともっと深い味わいが好みなの。ねえ、だから、お前にはその日が来るまでここで、私に全てを管理されて暮らすの。震えないで。怖がらないで。私は、お前の嫌がることはしない。お前の望む全てを叶えてあげる。欲しいものは何でも用意してあげるし、上等な冷蔵庫も、お前が休むお皿も、全部用意してあげる。だったらここから出せ。いいえ、ダメよ。それだけは叶えられない。ダメよ。ダメだと言ってるでしょ。外はね、お前を食い散らかそうとするフォークがうじゃうじゃいるの。そんな危ないところに戻せるわけないでしょ。お前はこれからもっと美味しくなってもらうために、その体に快楽を覚えてもらうの。大丈夫。無理やり犯したりしないから。嫌がるケーキに無理やりブランデーを注入するような趣味は私にはないの。それにね、お菓子には不自由してないの。私に食べてほしいっていうお菓子はなぜかたくさんいるんだから。まさか、
その人たちは普通のお菓子よ。そう、ただのお菓子。私がフォークとして食べたいのはお前だけなの。だから大事にしてあげる。大切に大切にして最高に美味しくなった頃には、その体も快楽に溺れるようになってるはずよ。私に抱かれたくて、食べられたくて仕方ないってね。毎日毎日その体に刻み込んであげる。怖くないわ。気持ちいいだけだから。お前はおかしなことを言うのね。愛がなければ気持ちよくない？そんなこと食べられた経験のないお前にはわからないでしょ？それとも、お前はもうフォークを知ってるって言うの？それなら、私はお前はいらないよ。他のフォークの食べかけのケーキなんていらない！それならさっさと捨ててしまうわ。下等なフォークどもの中にお前を投げ捨ててやる。お前の命はいつまで持つかしら。あいつらは涙や汁だけじゃ足りないから。お前のこの綺麗なクリームも、その下に隠れてるスポンジも食らい尽くすだろうね。息があるうちに獅子を引きちぎられるのはどんなに苦痛かしら。ごめんなさいね。怖がらせてしまったわ。大丈夫。よしよし。よしよし。恐怖で流れた涙は少し酸っぱいわね。お前が初めてだってことは分かってるのに、そんなことはしないから安心して。でももしも今後私の言うことを聞かなかったり、ここから逃げ出した時は、そういう運命がお前を待ってるってことを忘れないでね。さあ、そろそろ箱から出て。粉砂糖をもう少し浴びましょうか。それから一緒にクリームを塗りましょう。ほら、薄紙もセロファンも外してあげたわよ。このテーブルの上なら自由にして構わない。そう、自由にしていいの。それが、私からケーキへの愛だから。